金継、金継、金継は、ニコライ・リムスキーイコール、コルサコフ作曲のオペラである。プロローグとエピローグを伴う三幕からなり、リムスキーイコール・コルサコフが作曲した最後のオペラ、第十五作目にあたる。リムスキーイコール・コルサコフは十五のオペラを作曲したが、このオペラ、金継は亡くなる前の年の1906年から、翌年の1907年にかけて作曲され、 事実上最後のオペラとなった。プーシキンの原作、おとぎ話をもとにウラディー・ミルベリスキーが台本を書き、作曲されたが、ストーリーが、風刺的で明らかに、帝政ロシアに対する体制批判であったため、検閲を通過できずに、当局からセリフの変更を求められた。初演は1九0年十月7日、ユリウス歴九月十四日、エミール・クーパーの指揮モスクワのオペラにより、 ソロドブニコフ劇場で行われたが、リムスキーイコールコルサコフは1908年によう、去っていた。ピッコロ、フルートに、第2話ピッコロ持ち替え、オーボエに、クラリネットに、バスクラリネット、ファゴットに、コントラファゴット、フォルン4、トランペットに、アルトトランペット、トロンボーン3、チューバ、ティンパに、トライアングル、タンブリン、スネアドラム、ムチ、シンバル、バスドラム、シロフォン、 クロッケンシュピール、カネ、チェレスタ、ハープに、ゲンオブ。約2時間、各45分、45分、30分。女装として、金系のモチーフ、セマ派の女王のモチーフ、星占い師のモチーフなどが還元学で奏された後、聖占い師が登場し、観客に向かって、これから、おとぎ話が始まる。架空の話ではあるが、教訓も秘められている。 と述べて多乗する。ドドン王の宮殿。二人の王子、ポルカン大臣、貴族らを招集して、ドドン王が会議を開いている。王は外敵の侵攻の気配に心を痛めており、何か妙案はないか、皆に諮る。フビドン王子は、軍隊を国境から引き上げて、都で英気を養って反撃しようと提案するが、ポルカンは敵が城下で大砲を撃ったら、 おしまいだと反対する。次にアフロン王子が敵が攻めてくる1月前に先制攻撃を仕掛けようと提案するが、ポルカンは敵が攻めてくるのを予告することがあるのかとまたもや反対する。何でも反対する。ポルカンに皆は怒り殴りかかる。改めて王が皆に意見を求めるが、誰も良い知恵が浮かばない。その時、王のもとに星占い師が現れ、 危機が迫るとそれを知らせるという金景を献上する。金景は、切りキ、切りくく、寝転んで治めろ、と叫ぶ。皆は驚嘆し、ドドン王は、喜んで何でも望みを叶えようと星占い師に約束する。星占い師や王子、貴族たちが退いた後、金景は、寝転んで治めろと泣き、ドドン王は、助官長アメールファの世話を受けながら、昼寝に入る。 突然、金景が、切り木、切りくく。気をつけろ。と叫ぶ。ポルカンが、敵の来襲を告げるので、王は、気乗りのしない、首丼、アフロン領王子に出陣を命じる。王子らの出陣を見送ると、金径は再び、寝転んで収めろと泣くので、王は再びまどろみ見知らぬ美女の夢を見る。アメール派、この衛兵ラミナもまどろむ。またも金径が、気をつけろ。 と叫び、との民衆は、強硬状態となる。ドドン王は気乗りしないまま、ポルカンにせき立てられて、馬上の人となり自ら出陣する。民衆は、王の身を暗示ながらも、我らの王様、万歳、と合唱し、王の出陣を勇壮な行進局で見送る。夜の戦場、ドドン王の軍勢が、戦場に到着すると、味方の軍勢は全滅しており、グビドン。 アフロン領王子は差し違えて死んでいた。王は嘆き悲しみながらも敵の姿を探す。夜が明け霧が晴れると、一つの派手な模様の天幕があるのが見える。ポルカンが大砲で攻撃しようとすると、天幕の中からシェマ派の女王が四人の女奴隷を従い、従えて登場、太陽への参加を歌う。ドドン王も、ポルカンもその歌声にうっとりとする。 女王はドドン王の塔、軍隊の力でなく美の力によって、奪いに来たと王に告げ、王とポルカンにワインを振る舞う。兵士たちは退き、戦死者の遺体も片付けられ、舞台には三人だけが残る。女王はドドン王に愛を語るが、ポルカンが話の邪魔をするので、王に命じて、ポルカンを追い出してしまう。再び女王はドドン王に、愛の告白をし、ありや、ああ青春はすぐに、 衰えを歌う。そして、ドドン王も一曲歌えといい、王は、ぐうすり片手に、やけくそで歌う出す。女王は歌を聞いて笑い、王子たちも、自分を愛したため、差し違えたのだと語る。王は怒るが、女王は王を忘れて、東方の自分の生まれ故郷を思い、歌い、泣き始める。ドドン王が慰めると、女王は王に踊りを求める。 生まれてから一度も踊ったことのないドドン王,王だが、無理やり踊らされ、疲れて倒れてしまう。王は、狭派の女王の前にひざまずき、国も自分も、お前のもの、とで一緒に暮らそうと申し出る。出発の支度をする中、女王の女奴隷たちはドドン王を嘲笑する歌を、歌うが、王は宇頂天で兵士たちに、花嫁と凱旋だと告げる。兵士たちの万歳の合唱で幕。く。 ドドン王の宮殿前の通り、不安に駆られたとの民衆が集まってくる。アメール派が登場し、王様が女王様を連れて凱旋なさる、みんなで迎えようと告げる。ラッパが鳴り、凱旋の行列が近づいてくる。はじめは、王の軍隊、次にシェマ派の女王の従者が続くが、大男やワイ人、猪頭や一つ目など夢でうなされるような行列である。 最後に王と女王を乗せた馬車が登場し、民衆は王を称える。星占い師が登場し、本妃としてシェマ派の女王を求めるので、ドドン王は本意させようとするが、星占い師は頑固に女王を求める。怒った王は、尺で星占い師の頭を打ち、殺してしまう。すると、雷が轟き、シェマ派の女王が笑い始める。女王は、王を化け物と言い,い、 お前も、お前の馬鹿な国民も消えてしまえと叫ぶ。金景が突然耳をつんざくような鳴き声で、じの頭をつっつくぞ。と叫び、ドドン王の頭をつく。ドドン王は死ぬ。雷鳴と共にあたりは暗闇に包まれる。シェマハの女王は、笑い声と共に消え、金景もいなくなっている。民衆だけが取り残されて、ドドン王を忍んで歌う。次の夜明けはいつ来るのか。 王様なしでどうなるのか。幕の前に星占い師が現れて、お話はおしまい。悲惨な結末を恐れなくてもいい。なぜなら、実在したのは私と女王だけ。残りは幻さ。と告げ、観客に一礼して姿を消す。オペラの完成以前に、リムスキーイコールコルサコフは、彼の他のオペラと同じように演奏会用組曲を作る構想を抱いていた。 手始めに全曲のうちから助奏と、婚礼の行列を抜粋し、1908年2月16日に、パリで開催されたロシア音楽演奏会で、フェリックス・ブルーメンフェルトの指揮により初演を行っている。リムスキーイコール・コルサコフが、ユルゲンソン社に送った手紙によれば、組曲は今日演奏される内容とほぼ違いはないが、途切れなく演奏される、単楽章形式を構想しており、 1908年の夏に編曲作業を行おうとしていたことが伺われる。だが、リムスキーイコールコルサコフは作業に取り掛かることなく急世してしまい、組曲はリムスキーイコールコルサコフ未亡人の要請により、生前のプランに即して娘婿のシテーンベルク及びグラズノフが共同してまとめ上げた。過激。 近景からの四つの音楽的絵画と名付けられ1909年にユルゲン尊者から出版されている。構成は以下の通りである。第一曲は宮廷のドドン王とされることがあり、第三曲のシェマハの女王はシュマハの女王と訳されることがある。歌手はハイヤクジュン、ドドン王、グビドン王子、アフロン王子、ポルカン大臣、助官長、アメールァ、セーブラナイシ、 シェマハの女王、金継。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。